皆さん、こんにちは。1980年代から1990年代に女優そしてアイドル歌手として活躍し、映画僕らの七日戦争シリーズや危ない刑事シリーズで女優として人気を博し、歌手としても7作連続でオリコン週間1位を獲得し、その人気は飛ぶ鳥を落とす勢いであった。菊池桃子さん、今回はそんな菊池桃子さんのこれまでと離婚そして再婚し、そのお相手について、さらにお子さんの障害について話題となっていますので調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1968年5月4日東京都品川区生まれ。菊池さん芸能界デビューは1982年に東京青山のおばのレストランで、レジの横に家族や親族の写真を飾っておられたのですが、たまたまお客さんとして来ていた音楽関係者に菊池さんの写真が目に留まったことから、菊池さんは後日おばさんを介しスカウトされ芸能界に入られたのでした。菊池さんは芸能界に対して特に憧れなどは持っておらず、芸能界を少し見てみたいという好奇心から芸能界入りを決意されたのですが、その当時のことを振り返り、当時は自分が芸能界でうまくいくなんて思ってなかったんです。というのも、スカウトされてデビューするまでの2年くらい、いろいろなオーディションを受けていたのですが、なかなかうまくいかなくて、両親も3年くらいしたら諦めるだろうと思っていたみたいです。だからずっと自信が持てなかったんです、と語っておられました。1983年菊池さんが15歳の時、日本放送の学園バラエティパンツの穴に出演し芸能界デビュー。1984年3月菊池さんが15歳の時、映画パンツの穴で女優デビューしました。そしてその翌月、シングル青春の意地悪で歌手デビューします。するとたちまち人気を博し、その年の第26回日本レコード大賞で見事新人賞を受賞されています。1985年菊池桃子さん16歳の時、日本テレビのドラマ卒業グラジュエーションに出演しドラマデビュー。同ドラマの主題歌卒業グラジュエーションは菊池さんが歌い、オリコン週間チャート1位を記録。翌年の1985年に行われた日本武道館でのコンサートは当時の最年少公演記録を更新。九段下駅から日本武道館まで長蛇の列ができ、入場できなかった観客がなんと1万人を超えるという驚くべき事態が当時話題となったのでした。ほんわかした可愛らしいルックスやおっとりした話し方が年代を問わず多くのファンを魅了し、菊池さんは1980年代を代表するアイドルとして不動の人気を確立されたのでした。しかしそんな菊池さんも1987年頃からアイドル歌手としての人気に陰りが見え始めます。そして次の活動を模索される中、幼少時からピアノを習っておられ、ピアノを弾きながら歌うことが好きだった菊池さんは、制作時から楽曲に関わりたい思いを強められ、ロックバンドラムーを結成。ただセールスは振るわず、1989年に事務所を移籍されると女優業に力を入れることとなり、ラムーは事実上解散されています。その後は女優業を中心に活動されていましたが、1995年にプロゴルファーの西川哲さんと結婚、共に26歳でした。1996年8月7日に長男の幸秀さんを、2001年10月18日に長女のさゆりさんを出産され、お子さんはお二人です。しかし2012年1月28日、西川さんと離婚していたことが判明し、菊池さん本人が同日所属事務所を通して離婚を正式発表されました。当時離婚の理由については報じられませんでしたが、実は西川さんには別宅があり、以前から都内の飲食店に勤務されている女性やプロゴルファーの女性との不倫が噂されていたというのです。
西川さんの女性遊びが激しくなったのはプロゴルファーを引退状態になった頃くらいからで、接待と称して飲み歩くようになったのだとか。さらに当初は順調だった競走馬ファンド販売会社の経営も次第に立ち行かなくなり、多額の借金を抱えてしまったというのです。これが大きな離婚原因で間違いないでしょう。菊池さんは2015年12月にテレビ番組ノンストップで娘さんに障害があることを告白し、注目を集めました。第一子の息子さんを出産された後、第二子を妊娠されているのですが、妊娠後期になってその赤ちゃんに重い心臓病があることが分かったのだそうです。無事に生まれれば手術で助けられるという状態だったそうですが、残念ながら赤ちゃんは死産してしまいます。菊池さんはその時のことを振り返り、子供が病気を持ったならばお母さんとして戦おうと考えた時期があったと語っておられました。そして2001年、娘さんを出産されるのですが、乳児期に脳梗塞を患い、左手足に麻痺が残ってしまったというのです。娘さんはリハビリに励んだ結果、幼稚園に入る頃には普通に歩けるようになっており、有名私立小学校を受験し見事合格。しかし小学校でみんなと同じようにできないことに焦りを感じられたことから、過呼吸や円形脱毛症になっていったのでした。菊池さんはそんな娘さんをかわいそうに思い、特別支援学校に転校させたそうです。その後娘さんは再度有名私立中学校の受験にチャレンジ。しかし多くの中学校の受験資格に心身ともに健全なものという記載があったことから、菊池さんは非常に辛い気持ちになられたといいます。菊池さんは娘さんの障害を通して、障害を持った子どもの教育相談の場が少ないことを身をもって痛感され、また障害を抱える人たちの雇用について勉強の必要性を感じ、大学院に入学され修士号を取得。現在はキャリア圏推進ネットワークの理事に就任されています。母である菊池さんの娘さんを思っての行動は決して簡単にできることではないと思います。どれだけ愛情を注がれていたかが痛いほど伝わってきますね。そんな菊池さんですが、50代で再婚し、そのお相手がものすごいエリートな方だったことでも話題となりました。2019年11月4日に自身のブログを更新し、新原浩司明さんと再婚したことを発表したのです。お相手の新原さんは東大卒のエリートという言葉では語れないほどのエリートでした。1984年に通商産業省に入省し、米国留学や法令審査委員などを経験。2013年から厚生労働省、内閣府、経済産業省で審議官等を歴任。そして2021年に内閣官房内閣審議官兼国際博覧会推進本部局長兼成長戦略会議事務局用代理に就任。まさにエリート官僚です。菊池さんと新原さんとの二人の最初の出会いは2015年安倍政権の一億総活躍社会の実現に向けた国民会議で、菊池さんは民間議員に起用され、その時旦那さんとなった新原さんはこの会議の事務局員だったことで出会いました。会議が開かれている間は事務局と委員という関係で、それ以上の関係はなく、会議が終わった後にフォローアップの状況説明で時々マネージャーさんを含めて会っていたそうです。その中でいろいろな生活の話などをするようになり、意気投合し交際に発展したのだとか。しかし2023年に入り、新原さんのパワハラ問題という報道が走ります。内閣官房内閣審議官として政策を統括する立場にあるにもかかわらず、部下に対して過度な怒鳴りつけや朝礼誤解を言っているというニュースもありました。部下に指示を出し資料を作らせた後、翌日になり指示を忘れて怒り出し、書き直せたり、部下が移動してきても挨拶もなし、アポイントメントのある役人を追い返せと言って帰らせたこともあり、公用車を私的に利用している疑惑まで上がりました。新原さんはこれらを否定しており、
岸田総理の右腕として新しい資本主義の実現に向けて尽力していると主張されました。最後に菊池さんに話を戻します。2023年4月25日に菊池さんは自身のインスタグラムを更新しました。投稿された写真は21歳になった娘さんの写真で、逆光をうまく利用し顔などは見えずシルエットのみがわかるような写真となっていて、21歳しっかり大人になった娘とこんなに友達のような関係になる日が来るとは感慨深いです。ケーキの話、メイクの話、恋の話、いつも盛り上がると成長にしみじみ頼りにもなるし相談もします。きちんと信用できる存在になってくれてありがとうと娘さんへ感謝の投稿をされていました。素敵な親子関係にフォロワーはほっこり、桃子さんに似て優しくて素敵なお嬢さんなのだと想像します。シルエットからもとても素敵な雰囲気が伝わってきます。可愛いオーラが出てますねなど、ファンの嬉しい気持ちが漏れ出ることが誰が見ても明らかであるような声を寄せていました。壮絶な道を歩んできて今やっと穏やかにお過ごしなのかなと勝手に想像していますが、これからもそんな菊池さんのゆったりとしたコメントを待ちたいと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。